行列の3人 MC 体制、はい、きっかけっていうのは新助さんがいなくなった時ですか？そうですそうです。新助さんが引退されて、じゃあどうするんだっていう時に電話かかってきて、すごくお世話になった先輩、次長課長の河本純一です。僕に持ってないもん山ほど持ってるから、河本純一になりたいとすら思ったぐらい。ちょっと待って、そう考えると河本君も何かあったよね。ありましたね。ねえ、本当に死神なんじゃないの？ねえ、僕今でっかい鎌持ってます。